はい、やってこう。今日もやってこう。んで、まあ、今日はね、昨日の続きなんだけど、これな、ご飯を買う。とりあえずね、依頼進めていかんことにはっていうのと、あと、琥珀解放してね、心を何に例えようって感じだわ、今日は。心何に例えてこうかなって感じ。ペペ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 ペ。なんかさ、最近エペックスすっごい楽しくてさ、エペックスやっとるんだけどさ、もう病気なりそう。もうエペックスやるためにもう仕事辞めたもん俺。今ニートです。僕今日残業してきたけどニートです。8時、7時、これ7時になったら琥珀がね、あ、てかそう、コメントであったんよ、今日来たコメントで。ちょっと今ちょっとコメント返しするわ。今リュンファク5を買うお金がなく、 3DS でリュンファク4かっこデータ2つ目を始めました。検証動画等いつも参考にさせてもらってます。リュンファク4の実況動画楽しみにしています。これね、これめちゃめちゃ言いたいんだけど、あのね、リュンファク5買うぐらいならもうリュンファク4やっといた方がワンチャンおもろいんじゃねえか説俺の中であるんよね。っていうのもやっぱりね、原点にして頂点なのはルンファク4かなって。ただ 3D で楽しみたいよーって人は5もありかなって感じだね。どちらも面白いんだけど、どちらかといえば4かな。セールにつられて4スペシャル買いました。過去動画をとても参考にさせていただいてます。これね、めちゃくちゃ嬉しいね。てかまあなんか、ルーンファクトリー4のね、動画出しとる人がね、もう全然おらんからさ、今、必然的に俺になるみたいな。甘い果物食べたくて、なんかないかなって探しとったら、目の前にリンゴがあったから、もうリンゴしか食うもんねえわってリンゴ食った時の俺、です。わかる？トントントーマトちゃん、トントントーマトちゃん、トマトちゃんと遊ぼってやつよ。これ多分赤ちゃんおる人ならわかるぞ、トントントマトちゃん。なんか赤ちゃんが YouTube でトマトちゃんの歌聞きながら、一生遊んでる。I love you。とりあえずご飯買ってこいみたいな感じのね、お願いがあったから買って。いらっしゃい。なんか今買えんかったんだけど。いらっしゃい。大丈夫、ありがとう。また来とうだい。また来とくれ。睡眠スキルを999にするのにどれぐらい放置すればいいでしょうかっていうコメントがあって、俺この人に返したんよ。ちょっと何日か覚えてないわって。何日かかったか覚えてないけど、1200年寝れば、確か1200年だよな。あの、1245年寝れば999になるよって。睡眠レベルゲーですからね、このゲームは。えい。石材、やった。これでやっとね、石材ゲットできるようになったから、もう成長でしかないよね。ちなみにこの石からは鉄が出ると。で、鉄が出たら武器を作れるやろ。したら、もうボコボコよ。やばい、なんかさ、こうやってルーンファクトリーすんのめちゃめちゃ久しぶりすぎてさ、なんか泣けてきたわ。俺一番最近泣いたのがね、なんか YouTube で、なんだったかな、なんか YouTube でなんか、なんだったっけあれ。なんだったっけ、なんだったっけ、なんかね、なんだったっけあれ。彼女が、死んで、うん。あ、そうだ。そう、彼女が死んだんだけど、なんかその現実に、なんか耐えれんくて、なんか自分でその彼女の携帯から自分に LINE を送って、なんかその、気を紛らわせとるみたいな、
もうで、もうくっそつらかったわ。くっそつらかったけど、カンニング竹山が出とったから、まあ、こういう人生もあるよなーって。泣きながらね。その時の鼻水の味が、なんか3歳の時に食べたティラミスと同じだったっていう話は、また別のお話ね。てか、なんか俺これ、もうさ、2日3日でさ、もうこの動画さ、5分40秒なわけよ。おはようございます。もう、進めるためにさ、もうどん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 時間がなくなって、こんなイベントあったっけ？このタイミングで。あ、あれだ、なんか、変な声が。あ、ちょ、待って待って。え、待って、これ多分さ、夜に変な声すっからさ、ちょっと水の遺跡まで行ってきてくれねーってやつだと思うわ。飛ばしとるから何も見えんけど。え、違う？え、何？え、今の、何？釣りをしてみよう。なんかね、ヘルフィアの泉を泳いでいる？はい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 。え、なんか、あるよね。なんかさ、あれ？ここボルカノンさんがぶっ壊してくれるのっていつだ？なんか水の遺跡でなんかすげえ声すっからさ、ちょっと頼むわみたいなやつで。言われるときなかったっけ？えい。動物の森。え、これを何ビシュナルにあげるみたいなやつだったっけ。え行ってきたんだけどな。ビシュナルにこれ魚あげるとかだったっけ。ありがとうございます。やばい、くしゃみ出るなと思って今。肥料入れ、あー来た。ちょ、モンスター小屋建てさせてくれ。やばい、俺モンスター小屋建てたくて仕方ないんよ。あ、でも待って、牧草ねえんだ。今の音がセルザの寝言っていうことなんだけど、次の日から多分あれできる。難易度イージーでエクストラオーダーでレベル上げてシアレンスの迷宮でレベル14万のシルバーウルフ仲間にしたんだけど強いですかってコメントが来とってさ、14万のやつはもう最強よな。14万のレベルのバトルウルフはクソ強いよ。え、マジ、ボルカノンさんいつ来てくれんの？ちょっと今回のパートでボルカノンさん、あれする予定だったんに。モンスターが立ててもさ、牧草がねえんだよな。なんか、ワンチャンこれで話進みそうじゃね？今俺失うものがないからむっちゃ寝るよ。やっぱりほら、おはようございます。いい声。え、これこれで水の遺跡行けって言われるよ。いやどうだい、実はありがとうございます。でこれで今日はね、ブロッサムさんじゃねえわ、なんだっけ、なんだっけ、ボルサリーノが、あ、紹介だ。これプロテクリードね。で、これがラバルブリード。で、これがアルガマルードね。で、この竜がガルドウィード。ガルドウィード、アマルガード、サガルナード、アクラガードで、4匹揃って、ヴァルハルの深淵っていうのを起こすよ。これでね、水の遺跡行けるように
なったぜ。ほらほら、ボルサリーノがこれやってくれたやろ。なんと、まあそういうことよ。でここでね、次回はね水の遺跡行くわ。よし、水の遺跡行きます。